キーヤたちも協力するよ。私の番だね。いや、今だよ。今だ。よし、それ。僕が相手だ。元気出してこ、プレジャースマイル。マイル。はっ、崩れた。そこだ。僕が相手だ。崩れた。そこだ。よし、せい、崩した。遅い。終わりだ。僕が相手だ。崩れた。そこだ。はい、そこ。よし、僕が相手だ。そこだ。そこだ。行きます。はっ、チャンスです。全火力集中してください。任せろ。バリアントレイジ。キーヤたちも協力するよ。これで消える。タライジングスター。このまま押し切るわよ。やっ、 ファイト！
掴んだ。よし、やったぞ。まだまだいけるわ。やったぞ。まだまだいけるぜ。化け物め。アーティストに向かってひどい言い草ね。イリア・プラティエ。やはりもうおしまいかしら。だったら美しい。さあ指令を拘束しなさい。総統閣下とクロスベルのために。これが市民を操った。目を覚ましなさい、あなたたち。司令、どうか降伏を。新総統と共にクロスベルをさせるか。危ない危ない。俺たち何を。たく、シャキッとしやがれ。お前ら大丈夫ですか、司令。ノエル、あなたたちまで。ようやくお出ましね、弟くんたち。ようこそイリア・プラティエのゲリラステージ。あの仮面は。話には聞いてたけど、アンちゃんやクロウ君の時と同じ。ああ、あのイリアさんがこんなことになっちまうとはな。だが軍需工場に出たっつう偽物も考えると、もしかして彼女も。いいや、彼女は本物だろ。どんなに高性能でも再現に限界があるのはすでに分かっている。さっきの舞、こんな状況にもかかわらず心を躍らされ目を奪われそうになりました。偽物には到底不可能な芸当でしょ。違いますか。さすがは弟くん。そう、私は間違いなく本物のイリア・プラティエよ。人々を理想へと導く黒き聖女、宵闇の舞姫にはぴったりの配役でしょう。宵闇の舞姫。そいつが仮面に規定させられた役割ってわけか。でも一体どうやってあんな舞を。ええ、
異能までも植え付ける力なんてなかったはずです。詳しくは知らないけど、特別性みたいよ。魅了した者の精神をも侵食し、意のままに操ることができる。こんな風にね。入らねえ。内側から蝕まれる。負の霊気に満ちたこの地なら力は何倍にもなる。始祖党の言った通りね。弟君を取り込めば、他の支援課の仲間たちや残りの市民たちも霊族させられるはず。リベールの君たちは各国への進出の足がかりに利用させてもらいましょうか。まさかそのために私たちをこの場所へ。私たちが来るのも分かっていたっていうの。このままじゃ。なんとか彼らだけでも。ダメです。司令、我々ももう。さあ、このまま身を任せて、一緒にクロスベルのみんなを導きましょう。独立の象徴たる君たちがいれば、統一国もきっと。象徴なんかじゃありませんよ。俺たちは確かにいつしかそうあろうとしてしまった。独立という大きな目標を果たすため、全てをその手で救える英雄太郎と。それは本当の俺たちじゃ、クロスベルの在り方じゃない。今こうしている間にも、たくさんの人々が動いてくれています。頼まれたからじゃない。それぞれがそれぞれのできることで前へと進むために。これまでのいくつもの困難な事件、今回の再占領だって同じでしょう。多くの仲間たちや市民たちを守り、支えるだけじゃなく支え合ってこられた。僕の支援家の、いや、クロスベルの強さのはずだ。ロイドさん。ああ、その通りだぜ。支えるコテを掲げる私たちだって同じよ。そして僕たちトールズがずっと目指してきたことでもあります。イリアさん、あなただって同じはずだ。ファンやたくさんの人々の応援があったから、不可能だとも言われたリハビリを乗り越えられた。決して諦めないあなたの姿に、市民たちも俺たちも勇気づけられていた。このまま新総統なんかの思惑通りに異能を振るって人々を惑わす、そんなものが本当にあなたが死に物狂いで取り戻したかった大切なものなんですか。そう、リーシャやシュリに胸を張れるんですか。あんたにとって一番大切なものは何。その大切なものを前にして頑張らずにいられるの。私はつまらねえ役割を黙って演じるイリアさんなんか見たかねえな。はい、クロスベルのみんなもリーシャさんたちも同じはずです。アンちゃんもクロウ君だって戻ってこられた。ええ、きっと今回だって。クロスベルのみんなの希望、
何としても取り戻すわよ。ああ、彼女を待っているたくさんの人たちのためにも。いいわ、そういうのは嫌いじゃない。この気配は。